どうも、ありがとうございます。大緊張です。よろしくお願いします。ひっくり返っちゃったかもしれない。緊張しちゃって、あんまり月曜日に最近登場してなかったですから。で、プラスパジャマだからもうちょっとどうしていかがなくって、久しぶりに2日連続我々が現れたわけです。そうだね、お久しぶりでございます。こんにちは。さあ、というわけで今回はアリエルトレーディングさんとのコラボ企画です。こちらはラグムジェルトゥウォータークレンザーという朝用洗顔料。朝用ですね。朝用なんだ。お世話になってます。言ってたね。これレギュラーバージョンとは別に爽やかなシトラスを感じるレモンバーベナ。こっちですね。レモンバーベナ。俺親に紹介してもらったの。お母さんにこれがすごいいいって言われて使ってる。こちらの商品ですね。泡立て不要で忙しい朝に時短洗顔が叶うジェルタイプの朝用洗顔料となっております。朝起きた時すぐに乾いた肌に伸ばして洗い流すだけで、夜の間に浮き出た皮脂や不要な角質をしっかり浮き上がらせてオフにしてくれるんです。また肌のこれすごい匂いだな。まだめっちゃいいコメントなんだけど、もう10だけ待って、これすごい、あと3行なんで。またですね、肌の水分本当だ、確かに。あと3行嗅いだ瞬間に海が広かった。そう、これいいかも。あと3行やる。こっちいいよ。肌の水分保持力に着目した成分。でもこれってでもその投げちゃった。ごめん時短だからその泡立てなくて楽だねって話をしたから、それだけじゃないんです。おすごい。またですね、肌の水分保持力に着目した成分アクアリシアや、ヒアルロン酸が肌に潤いをチャージ。朝からツルツルスベスベの肌になり、メイクのりも良くなるんです。すごい。香りがいいよね。いい香りそうは。あれですよ、泡立てる必要がないんです。そう、それがいいね。マジで朝泡立てる時間ちょっと正直ね、めんどくさいじゃん。ちょっとそうですよ。これなんかね、こうギュッて出したらあと伸ばすだけなの。伸ばしてあと落としたら割とスルって、その残る感じもないんだよね。これやっていいでしょ。入れすぎですよ。じゃあ猪狩さん、せっかくなんでいつも通りの洗顔。なんか寝起き感ね。寝起き感もじゃあちょっとなんかその位置的に魚屋感みたいな。いや、ね、そこだと違うんだけど、もうちょい上で真ん中行ったら可愛いんだけど、こんぐらい。あ、可愛い可愛い。いいじゃない、いいじゃない。いやー、いい、助かるわ。なんか今日疲れてたからさ。これね、香りがいいんだよね。柑橘系の、そう、すごく香りがいいんですよ。正しい使い方、取ろうとしてんのかな。いいですよ、いつも通りの。朝の洗面台がね、想定されて作られてますから。おそらくですけど、痛感じもジェル感もほぼないちょっとリアル、めっちゃリアル。めっちゃリアル。あ、確かに。ああ、大事大事。たまりますからね。こう、意外とこういうとこまでこう、アイライン周り。そうなんですよ。水感っていう。でも本当にさっき言ったように化粧水つけてるみたいな。へぇ、これで洗ったらめっちゃ気持ちいいんだろう。うわぁ、早く落としたいよ。ちょっと、すごいリアル。なんか喋らないじゃん。ちょっと、やばい、なんかカバの水浴びみたいになってる。やばいやばい。早く落ちいいね。知ってるイメージあんの。なんか終わってないだった。起きた。新規の覚醒です。すっきりした。ちょっとザラッとする時もあるじゃん、洗顔って。それがもうゼロ。うわ、すごい。ちょうどいいんだね。もうなんかね、スレッとなるし、ツルツルというか。この後メイクしやすそうですね。あ、メイクのりはめっちゃ良くなると思う。そう、朝用のいいね。朝からこれめっちゃいいね。もう一回やっていい？いいよ。やりすぎよくない？やりすぎよくない？良すぎてもう一回やりたいみたいな企画をやりたいと思います。はい。というわけで、今回の企画はバカバトーン！イエーイ！パジャマでトークするって。マジ喋るだけってこと？そう、マジで喋るだけです。時短生活のために実行しているネタとか
ありますか。明日着ていく服決めてく、決めとくみたいなことでしょ。ああなるほどね。確かにそれはありそう。朝あるんじゃない。してないんだ。朝何してんだ。でもう決まってるかも。その時短とかじゃないけど、もう起きて。あもう最短ルート。そう起きてまず俺もシャワー浴びる。そこ。マジ？シャワー浴びないと起きれないから。すごいね。ちなみにダリさんはさたまにさ、すいません今起きましたってあるじゃないですか。うん。あの時はどんな感じなんですか。じゃあ、あれはもう起きます。着替えます出ます。何もしないで。その時でもさラゴンもさ多分相当。相当助かると思う。確かに、ね、これはしたら相当早い。スルンと、うん、俺時短で言ったら俺飯食ってから出るときは前日に全部作っておく。朝飯を…え、どういうこと？え、朝飯食ってる？朝飯を作っといて。え、まあ、ぶっちゃけ俺信じらんないよ。いやいや朝飯作ってんの？違う、でも俺の朝飯って多分その普通の人の昼飯ぐらいの時間なんだけど正直。そうその時にもうめんどくさいからご飯を前日に全部用意しといてもう電子レンジ入れるだけにしてる。丁寧だね。そしたらもうあと洗い物も俺 夜やっちゃうから水につけたら洗い物とかじゃエロっ何なんだろう。洗い物発生すんだ。皿どうすんだよ。皿は別にな最近は使わなきゃいいんだ。10年間だったら俺でもリアルにやってるのは朝ね、やばそう。今日が一番やばい。いやあれ全身ちょっと入るの面倒じゃないですか。全身シャワーだから水っこのスタイルちょっと面倒くさい。あシャワーは全身シャワーね。そう袋面倒くさいからいつもそのシャワー入って、シャワー入って、そのシャンプー、シャワーヘッド通って、こういう状態になるの。すると、頭と顔いけんのよ。濡れずにやってる。あ、やってたの。そう、来ましたよ。だからもう、足とかはもう何年も洗ってないでしょ。そう。入ってる。違う。夜は入ってる。やめて。夜は入ってる。夜は入ってる。夜は全身入ってるけど、朝はそのぐらいがいい。髪乾かして、ぐらいでいいから。こっちのバージョンのこっちがあるじゃん。これができる。ああし物もここにあるからこれができる。それ全裸？これ全裸じゃない。全裸じゃない。この状態この状態でも俺来た時やってたけどその時全裸だった。あれやったことある？あのさこの出すあれをさ伸びるタイプのやつだったらさこう顔洗う時に洗面台もやるもんね。洗面台それ無理なんで。あいや洗面台顔洗う時顔洗う時こうやってやってる朝。来たね。俺なんか昔それこそ携帯の充電で機内モードにしたら早くできるみたいなの聞いて、あそれは機内モードで充電がしてる。そうすると夜中にピーピー鳴るのが一つ楽なんで。なるほど。じゃあ時短なんだろうな。時短あと小学生の時に俺が見つけた時短、風呂、まあこの風呂の話になっちゃうんだけど、なんかこうやってある手って、と体ってでもこうやってやると手と足一緒に洗い時短だ。俺小学校の時行けるとこまで。それ熱いね。でもそうするとニラリでいけるのこうやって。すごいわそれは。もうやめたね大人になって。まあだからでもさ昔とかのさ着込みだと時短って時短だよ。あ衣装みたいな空白の時間だよ。衣装をさ下に着込むのかな。次のやつでしょ。あれは時短だよね。着込みって言ってね。二曲後の衣装を下に着た上に次の衣装を着る。でそうすると次の着替えの時一枚脱ぐだけで着なくて出れるじゃん。でたまに着込み失敗してる人がいる。でもあれ。パンツ出た。パンツ出たやついる。どうしようどうしよう。出る出るか。おい誰だよ俺のパンツ取った。最近着ない着込みで。M ステやばいよね。生放送も絶対着込むみたいな。やばいその生放送の緊張感ってえぐいよね。えぐいね。追われてるよな。ミスった時の M ステってさその、生放送終わ自分の番終わった後そのみんなでさ見る時間あるある。最悪だよ。あれ今日どうしようもないのに。そうそうそう、もう間違えたことは自分が分かってるから。ここ良くないなって。意外と優しいけどそう、もう終わったこと終わったことだよ。いや、もったいないな。もったいないな、お前。お前ここちゃんとこっち見る。いや、こっち見るな、お前。ごめんね、お前。言われてるよ、今。懐かしい。惜しかったな、お前。こっち見んな。南様って言われたんですよ。やったなやっぱ泣きそう泣きそう。いいね、あの時間良かったな。泣きそう楽しかった。おっさらしいね。時短ね。もう時短テーマ全部時短。いや違う、いくつか他のやつやろうか。やろうやろう。子供の頃の夏休みの過ごし方はどんな感じだったの？すごいね、すごいね、すごいね、話しすぎる。でも俺さ、でももうリアル、子供ってもっと昔だけど、ある程度
覚えてるあれだともう仕事してたからさ、そうだったよ、ね、現場だったよね、え小3かな、小1、小3、そう小3ぐらいから、でも夏にずでも小3ぐらいからいたか、大変だね、でも2年ぐらいしか夏休み経験してない、そうだね、そうだね、大変だ、大変だったね、そうだ、逆にさ今年だから水木と2人で夏長期でやるからさ、ああそうそう、久しぶりだなと思って、なんか確かにね、確かに夏の長期の長、確かに、そうそうそう、そうか、あんまやってなかったし、ね、うん、山とか言ってたかな、山、山、な、なんで、なんか虫捕まえてさ、楽しそう、カブトムシとか、かな、福島やから帰って帰って、そう、よく行ってた、福島行った時もめっちゃ知ってたもん、いや、あれだって本当言わなかったけどさ、俺あのロケあったじゃん、あの後親に怒られたんだけど、俺あれ行ったことあるらしい、あれなんだっけ、か、とんかつ屋、マジ、でかとんかつ、うん、マジ行ったことあったっぽい、マジ、マジか、うん、で、あの水族館もあったじゃん、あった、行ったことあったっぽい、え、そう、お盆のたんびにだから、お墓参りに帰るんだよ、ああ、そっかそっか、すげえ、じゃ今年も帰るんだよ、帰る、帰る、毎回とんかつ食ってきて。いや、ね、そこ行くか、デカトンカツ、デカトンカツ行くよ、デカシュークリームでもいい、デカシュークリームマジきつそうだな、普通あれめっちゃきつかったもん、デカシュークリームめっちゃきつかったね、だからダムとか、あ、ダム行った行った行った、宮津ダムの放流を見て、なんかその下にあるなんかトランポリンみたいな、あ、知らないでしょ、あのデカトランポリン、いや俺ね、小5の時ね宮津ダム行ったでしょ、来た、あったデカトランポリン、え、で、あった、あれ、有名なんだ、昔からだな、そうなんだよ、でも小学生はあれしか使えないから、そう、超楽しいんだよ、記憶にある、うん、薄くないじゃん、俺はでっかいように遊んでて、ちょっと人は死にすぎるな、なんかさ、潮干狩りとかしなかった、あんちゃん、あ、バーベキューはやるよ、海だから、あー、いいね、バーベキュー強いわ、バーベキューいいな、潮干狩りもやってたね、うんうん、ちょっと取れたし、横須賀だったらめっちゃできそうだね、だ夏は暑いかもね、サーフィンとかやってる人もいるし、ああ、ね、じゃあ暑いね、確かに開国とかと手に巻いて巻いて手に外返してくるそこじゃねえし、よかおーし、シャドー開国、あげまーす、あげまーす、あげまーす、手に巻いてくる、イラギイラギや、手に毎年開国戻ってくる、よし、今日、今年も開いてるな、確認しに来てた、でもフェリー祭ってお祭りとかあったりする、へぇー、面白そう、フェリーみたいな仮装をして、こう、えぇ、ー、かパレードみたいにして歩く、海外の方かな、いいね、マジで、フェリーの方も、そうそう、なんかそんな感じであんのよ、マジで、行ってみたい、朝気をつけていること、朝気をつけてる、二度寝注意ぐらいかな、いや、それでも、寝坊、二度寝、最近そう、二度寝諦めるんだよ、なんでその、あ、できないってなる、すごっ、マジ眠いんだけど、どうやってる、いや、俺最近もう朝5時とか6時に起きてんだけど、すごっ、早すぎる、何時寝てんの、え、クリスとか10時とか、マジでおじいちゃん、おじいちゃんすぎる、そう、眠すぎてプロ野球中継終わったら爆睡してるおお、ファイヤーしてる気絶そう切りたいやん気絶してるもうそう切りたいし、やりたいし朝5時に起きてんだけど普通うんなんかえ、何ですんの5時に起きて普通に準備して散歩してカフェ行って本読んでめっちゃ丁寧じゃんめちゃめちゃ丁寧だね丁寧すぎるってそういう設計じゃない、俺たちからじゃあ、あんちゃん起きて、そうそう、散歩しながらストレッチしてこって今日気持ちいいなと思いながら、ジャスティン・ティンバレイクって流れてハマっちゃった、ハマっちゃっためっちゃ丁寧な暮らししてるさあ、というわけで皆さん、今日はゆるゆるの企画いかがだったでしょうか寝起きの肌に、ラブムジェルトゥーウォータークレンザーを使ってみてはいかがでしょうかというわけで、以上アイエリスでしたイエーイ、ジェツだよおやすみなさい香りやばくない香りがいい。いいわ。